はいということでね、えー、今から照、えー、明を変ったので紹介していきたいと思いますはいちょっとねもう組み立てちゃった後なんですけどご説明だけしときますということでね、えー、これが、えー、説明書ですね、えー、リングのね、えー 丸型のライトを変えました。前からね、欲しかったんですよ。はい。って言ってもね、えー、予想以上に、えー、ちょっとでかくて、えー、びっくりしました、えー。ちょっとね、手持ちで撮影するんで、ちょっと手ぶれがあるかもしれませんが、ご了承ください。で、こんな感じですね。三脚じゃないわ。ね、えー、こう、ライトを支えるね。三脚って言ったんですかはい。これです。 で、上がね、こんな感じです。はい。で、えー、こんな感じでね。はい、リング式です。リングのね、えー、ライトです。はい。こんな感じでね、えー、これを買いました。18インチです。えー、元はね、えー、9000円ぐらいするのを、昨日アマゾンで5000円ぐらいでね、売ってまして、はい。 ついにゲットしました。はい。こんな感じです。すごくね、びっくりするほど明るいです。はい。あのね、今これ弱めにしてるんですけど、強くしたらこんな感じでね、はい。強くなります。それ、めちゃめちゃ眩しいです。見えますかね、みんな。はい。今ね、これ弱くしてるんですけど、撮影がね、ちょっと <laughs> 難しいんで、こんな感じでしてます。横がね、こんな感じです。いろんなものも写って申し訳ございません。 はい。これがね、欲しかったんです。んで、ここにね、えー、携帯スタンド、携帯させながら、あのー、まあ、できたり、えー、カメラ、ビデオカメラをね、ここに設置して、まあ、できるっていうスタイルでございます。で、ここに差し口。そして、ここに明るくか、明るくね、調節ができるやつです。これでね、明るさを調整できます。こうやって消せます。今ね、あの、ちょっと撮影してるんで、えー、ライトをつけてますが。で、こっち側ね、えー 電源コードを挿すところです。ね。そして、ここがね,ね、2段式ですかね。ここ1段、2段、3段になっていますけど、一応3段で、こう、スタンドって感じですね。はい。で、ここに、えー、バッテリーね。そして、コードですね、これは。コードで繋がってて、そして最後にね、このカバン。カバンに収納が、えー、できるようになってます。はい。持ち歩きができるというやつでした。 え、これは、え、さっきもね、えー、値段紹介しましたが、ね、えー、これ、えー、8000円するとこを、5000円ちょっとでね、売ってまして、やん、これお買い得やんっていうことでね、えー、ちょっと買買いました。はい。でね、あ、お今がもう7000円弱かな。えー、もう8000円ぐらいにも戻ってまして、はい。まあ、 もう、8000円、9000円、8000円ぐらいかなになってました。はい。だから、昨日までですかねタイムセールってなっててね、えー、私がね、ちょうど買って、このね、ワッカリングを買って、その30分後ぐらいにね、もう8000円、7000円に最初に戻ってて、えーとね、昨日、じゃない、今日の朝見たらね、もう8000なんぼでした。はい。 まあまあ、まあ正直な話、まあ高いだけは確かにあるなって気はします。はい、でかいですし、ライトもね、全部で240個ついてます。ちょっとごめんなさいね。このね、中についてるライト、こんなちっちゃい細かいライトがね、LED が240個ついてての、えー、このライトでございます。はい、すいません。ちょっと、えー、ね、布団とか汚いの見えてますが、申し訳ございません。ということで、今日はライト紹介でした。 ということでね、今さっき届いたばっかりです。はい、ということで、皆さん、バイバーイチャンネル登録、フォロー、いいね、よろしくお願いします。またねー